ハロペコ、今日はぼっち飯です。今ここにいるのが栃木県佐野市ですね。洋食系というかカフェというかね、そんな感じのお店です。メニューがたくさんあるみたいなのでとても楽しみです。それでは行ってみよう。あなたと今溢れる恋心に色をつけて大切に胸にしまう私たちの恋色。ハロペコ、今日はですね、栃木県佐野市富岡町にあるジャックと豆の木さんにやってきました。こちらのお店、ハラペコちゃんのおすすめでもあり、確か童話のジャックの豆の木ってお金より大事なものがあるみたいな童話だったような気がします。それでは今回ランチで伺ってますので、ランチメニューここから選んでいきたいと思います。カフェっぽいお店なのかなと思ったら和食が結構多いですね。魚のランチなんかもやってますよ。天ぷらお刺身定食お願いします。それではやってきました。天ぷら刺身1300円です。いかがですか、この豪華な感じ。それではいただきます。まずお味噌汁なんですけども、具沢山の豆腐わかめネギのお味噌汁です。だしより味噌が強めなのかな。味がしっかりしてて美味しいです。それでは何を食べるか迷うんですけど、まず小鉢から食べますかね。甘めなごまの感じとくるみかピーナッツが入ってます。食感が良くてとても美味しいです。次は茶碗蒸しですね。和食系のセットのランチって茶碗蒸し入ってると結構ガッツポーズですよね。熱々なんですけど出汁効いててうまっ。これは何か発見しましたね。私の大好きなエビが出てきた。茶碗蒸しの中の具材が豪華というのはかなり私としてはポイントが高いんですよね。また何か見つけて。私の何気に大好物、銀杏まで入ってます。いろんなものが入ってるのでいい出汁が出てますね。小鉢は2種類ありまして、次はひじきです。ひじきも確かすごい体に良かった気がします。ミネラル的な箸休めとしても嬉しいですね、ひじき。次は天ぷらを食べていきます。天ぷら全体で入ってた数が6種類。まずは春菊、衣がすごいサクサクなんですよね。春菊うまい。一緒に大根おろしがついています。つゆに溶かして次はつけて食べてみましょう。次はかぼちゃですね。天ぷら6種類というと盛り合わせだけでも1300円ぐらい取られちゃうお店ありますよね。天ぷらも野菜からキノコ、海鮮までまんべんなく入ってる感じがまたいいですよね。ナスもとろとろ。天ぷらのつゆが結構しっかりしてますので、こちらも米がはかどりますね。天ぷらはどっちかというとぼってり系の衣、私は好きです。結構小食な方だったら天ぷらだけでお腹いっぱいになっちゃうんじゃないかなっていうぐらいの種類がありますね。一口で食べられるイカも絶品です。天ぷらといって欠かせないのは舞茸ですね。舞茸にうまいんですよね。この独特な香りが好きです。次は大本命のエビです。結構エビの長さもあるんですよね。エビまで天ぷらについちゃうと結構高級品なんで1000円は超えてきちゃうんですよね。天ぷらだけでももちろん揚げたてで出てきますので激アツなんですけども、エビはプリプリ、和食には絶対欠かせない天ぷらです。米が進む。次はお刺身がやってきました。4種類5種類ですね。すごいですよ。天ぷら同様お刺身だって5種類乗ってたら1300円でお刺身定食みたいななってるお店多いと思いますよ。今食べたのはブリかな。溶けるね、うまい。次はこれはわかるよ、イカ。ねとーっとした食感のイカですね、最高。そして王道のマグロ。マグロに関しては4切れ入ってましたからね、相当なボリュームですよ。そして甘エビ、頭付き。エビはね、頭ついてる方が私はテンション上がりますね。甘エビの頭ごといっちゃう人だっているんじゃないかな。いないかな。うまい。結構のボリュームなので私でも腹パンです。ご飯大盛りにしてたら多分きつかったかなっていう感じでしたね。とにかく私は日本人なのでやっぱり日本食が口に合いました。いろんなメニューもあったんでね、すごい気になったんですけども、美味しいし腹パン確定になりました。それではバイバーイ。
すべてごちそうさまでした。私栃木県群馬県で飲食店の紹介をしている MO チャンネルです。本日のジャックと豆の木さん、和食もあるし洋食もある、カフェにもなるしボリュームもある、店員さんは神対応、裁縫確定。本日はごちそうさまでした。